ライトワンスリードメニーメディアの一種 CDR の記録面ライトワンスリードメニーは書き込みは一回限りだが読み取りは何度でもできる記憶装置や電子媒体のことワームと略し一般にはライトアンスと称される一辺に全領域への書き込みが必要な場合と後から追加して書き込むことが可能な場合とがあるメモリチップとしてはプロムがある 光ディスクないし工事機ディスクでは過去の一時期各種独自のワームメディアドライブが存在したが現在では規格統一された CD-R や DVD-R、BD-R の各項ディスクを主流とする一度書き込んだ情報は消去も改変もすることができないこの特性によって誤って情報を消去してしまったり書き換えてしまう事故は起こり得ないので 改変予定のない情報の長期保存や蓄積に適している。反面、不要な情報を書き込んだ場合であっても取り除くことはできず、訂正もできない。また、書き込みに失敗した場合であってもメディアの再利用はできないといった弊害もある。現代では、一般に入手可能な電子記録メディアにおいて劣化せず、恒久的に情報を保存できるものは存在しない。 メディアの素材や製造時の品質などの要素により劣化のしやすさは変わってくる。また、使用環境や保存環境にも左右される。これには、ライトワンスメディアも含まれ、メディアの劣化が進むと記録した情報が消失する場合がある。情報消失による損害を防ぐためには、随時書き換え可能なメディアと同じように、バックアップを取ることが推奨される。 もともと読み込み専用規格として開発された CD や DVD のライトワンス型記録用ディスクでは、それらに非対応の再生専用機器ではそのままでは、再生できない記録フォーマットもある。フォーマットによっては、ファイナライズにより以後の追記を打ち切ると同時に、読み込み専用メディアと同様に、非対応の再生専用機器でも再生することができるようになる。パケットライト方式では、 残り容量が常に減少するという点を除いて一般のディスクのように扱える。ライトワン姿の記録陽光ディスクは記録面に熱で化学変化を起こし焼き切ることができる層がある。書き込みの際に一定の強度のレーザー光を照射することで熱を発生させ、この層を焼き切る。これによりロムメディアにおける反射層のピットに相当するものが形成され、 情報が書き込まれる。書き込みの際に物理的に焼き切ってしまっているので書き込みが行われた部分は物理的に元に戻すことができない。したがって一度書き込んだ後は消去も改変も不可能となる。ありがとうございます。